私のナイキのサンダル盗まれました友達と友達 の, そのお子ちゃまたちとね、そのみんな子供が遊ぶみたいな施設に行ったんですよ。で、その靴を脱いで上がるところだったんで、靴をね入れて、その1時間ちょっとぐらいね遊んでたんです。で、出る時にですよ、私のロッカーに入れたはずのナイキの靴がないんです。はい、今全世界の女性多分3人に1人はこの靴履いてると思う。そして入れたところにないから、私の靴ない、盗まれたと思って、わーって探すわけですよ。いっぱいあるからね、その靴入れるところが。で、あったと思って、一番下の、絶対入れたはずのない一番下の段に、同じね、さっきの靴の黒がバーンって置いてあったんです。で、誰かが間違えて入れちゃったのかなと思って、いざ履こうと思って手に取ったら、その靴がむちゃくちゃびしょびしょなので、あ、これ絶対にこんなびしょびしょだし、サイズも違うし、これ絶対私の靴じゃないと思って、もう確信して、で、係の人に、すいません、多分同じ靴だったから間違えたのかわからないんですけど、なんか違う人がサンダル履いてっちゃったみたいで、みたいな感じで言ったんですよ。で、あ、はい、わかりました、ちょっとお聞きしてもいいですか、どんなメーカーで、どんな商品名で、で型番っていうのかな、でみたいな感じで詳しくねメモってくださって、で店内放送をかけてくださったんですよ。ピンポンパンポーンってなって、ご来店のお客様にお話がありますと、かれこれこうこうこうで、お客様がサンダルを脱して困られてます、お心当たりのある方は、受付までよろしくお願いしますっていう内容がピンポンパンポーンってなったんですけど、そんな大きくない施設だから、ある程度の人はね、わかるわけですよ。大体の人がね、放送聞いてたんでしょう。で、5、6人同じ靴履いた人が、ゾロゾロゾロって来て、これプラス、私が遊ぶところ出たばっかりの人だろうなっていう、同じ靴履いた人に、一人ずつ声かけてたの。2、3人ね。だから、2、3人プラス、5、6人がゾロゾロって来たわけですよ。そう、だから、5、6人同じ施設の同じ時間同じ場所で遊んでたその保護者の方々が6、7人、8人同じ靴履いてるっていうね、いくら探しても違いますとか、そういう人ばっかりだったんで、結局私その知らない人と靴を交換してシェアした状態で、このびしょびしょのまま帰ったんですよ。で、友達にこれを言ったら、いや、人と靴を交換してシェアするなんてもう汚すぎるから捨てろみたいな感じに言うんですよ。ナイキだよ、捨てれなくない？皆さんはどう思いますか？コメント欄で教えてください。